はい、皆さん、こんにちは。アジアで来てる。はい、今回はですね、ブルーです。ブルーもね、このブルーのシャツはね、ちょっとね、久しぶりかなっていう感じですけどね。えっ、ー、とね、えー、やっぱりね、ブルー、ブルーでちょっとね、話をしていきたいなと思います。えー、でですね、えー、今回、今回の話題はですね、あのー、まだね、えー、まだというかですね、ウェブ情報等には全然載ってないと思いますね。で、なおかつね、えっ、ー、とね、ちょっとね、えー 記事というかですね、実際のまあ雑誌なんですけどフライデーなんですけどね、えー、なんかもね非常にねちょっとね表紙はこんな感じなんですけどね今ちょっとねご覧になっていただいてるようにですね非常にね小さいんですよあの他のなんかね えーまあ、フライデーなんでね、まあ、いろんな記事載ってますけども非常にね何、えー、て言うのかな取り上げ方自体は、ね、非常に小さいでちょっと緑の、ね、丸を囲って矢印をちょっとつけてるように,です、ね、これに小さく載ってるんですけど16歳になった H 様ということでそれと、えー、KN 町の SNS 戦略というような題目で,です、ねえー、実際に、まあ、記事が、ね、ちょこっと載ってたんですよねなので、えー、ちょっと、ね、取り上げさせてもらいました。 え多分ね、ウェブ上も出てないしね、えー、まあ、この情報に関してはですね、まだ皆さんね、お知りになってないと思いましたので、ちょっとね、撮った次第なんですけども、でですね、えー、まあ、内容的には今ちょっとね、<laughs> まあ、お題目というかですね、タイトルで言いましたように、えー、先月というか、今月か、ごめんなさいね、えまあ、先日ですね、9月の6日に、まあ、16歳にね、えイちさまに関しては、おなりになりましたよね、というような中で、どうもね、KN 長もね、そのね、 まあやっぱり16歳になったというようなこともあるのかもしれませんけども、えー、今までとは違ってですね例えば A 組宮ご夫妻と一緒の写真だとかねもしくはですね、えーまあ、お姉さんのね佳子さまと一緒の写真とかっていうことではなくてですね H 様のそのピンショットというかですねお一人でのね、えー、写真をメディア向けに撮って今現在あれなのかな警備庁ちょっと見てないんですけど警備庁の、ね、ホームページあたりに出てるんですかねというようなことも やっぱり16歳のお誕生日、えー、なおかつですね、高校生になっての初めてのお誕生日ということで、えー、まああのー、成人後続へももうね、あとすぐというようなこともありますので、えー、そういったようなことをね、刑務長が取ったのかなとかですね。ただし、えー、まあそれはね、あくまでも16歳になったというようなことで、刑、え、務、ー、長がね、それこそね、今までさっき言ったようにね、M 子さん、もしくは加子様と、えー、そのね、えー、H 様みたいな形でね、 どちらかというとお姉さん2人がいてみたいな、ね、感じだったのがそういった、ね、姉離れもうね16歳ですので高校生ですので姉,離れあ姉,姉からもう離れてますよもしくはですね江戸宮ご夫妻からももうねどんどん離れていってますよというような、ね、存在感をアピールしたい。 まあね、あのー、一応、皇位継承権、今第2位ですのでね、将来の天皇陛下の可能性が高いわけですから、今のところはね、可能性が、可能性という言葉だけ言っておきますけどね、あくまでも可能性です。まあ、というようなね、ことで、どうも刑務長はね、アピールしたいのかなと。かたやですね、えー、今回のちょっとね、さっきね、タイトルで言いましたけども、例のね、SNS ですよ。まあね、刑務長としては、私もね、もうこの話題に関してはね、2、3回ちょっとすでに動画でね、上げてますけどね、 まあ、経務庁としてはねそのイギリスがね成功してますからね、えー、まあそのねツイッター、Twitter、でもインスタグラムでもね非常に成功しているというようなことを受けてですねどうもそれを意識して、えー、SNS も刑務所もですね SNS を発信するというような方針をね決めたようですけどもやっぱりね、えー、その発信するね内容によって、えー、ある意味ね 何、えー、て言うのかな炎上しちゃうような可能性もありますしね。そこら辺はね、非常に、えー、どれを SNS 上で発信するか、内容はどうなのかっていうね、それを誰が決めるんですかっていうこともね、含めてね、非常にね、大変だよなっていう感じですよね。これ最終的にね、その内容に対して5をかけるのはね、誰がかけるんですかね経営の長官でしょうね。経営の長でも経営の長官としては、やっぱり最終的にはどうなのかな あのー、例えば天皇陛下にお伺いかけとかするんですかね。ちょっと私もすいません。そこにはわかりませんけども。まあ、いずれにしてもね、誰が最終的に判断する、その内容に関してね、判断するのかっていうのはちょっと気になりますよね。だってその出すことによってね、国民からのその炎上ってことも当然あり得ますからね。まあ、というような中でですね、えー、 まあ、エイチ様に関しては、さっきね、言ったように、エイチ様ご自身のね、ピンショットの写真が出たりとかね、そういったような状況ですけども、このね SN、SNS 上でもですね、まあ、当然ね、あの、エイチ様に関しても、これからね、話題ということで、いろんなね、情報配信がされるのでしょうけども、これはまたね、非常にね、難しい問題じゃないかということをね、このフライデーの記事の中に言ってますね。なおかつね、やっぱりね、あの、どうもね、このフライデーの記者の方が、 あの静岡福祉大学のね、乙部さんですね、乙部名,名誉教授にですね、いろいろやっぱり取材をかけたようですね。やっぱりね、乙部さんもね、ちょっとね、気にされてるようですよ。えー、その内容としてはね、ちょっとその部分だけね、えー、こんな感じということでお伝えしますけど、要はね、H 様、さっきね、可能性みたいな話しましたけども、えー、まあ、確かに今現在、皇位継承順位がね、2位ということですけども、ただし皇太子ではありませんよね。もしくは皇太損ではありませんよね。 というようなエイチ様ということで、要はね、そういったようなことを考えると、まあ、あの、お姉ちゃんのね、エム子さんじゃありませんけども、要はね、功績離脱というようなね、選択肢もね、ないわけじゃない。確かにそうですよね。これ乙さん、オトビさんがね、言われてることですけどね。確かにそういう選択肢も残されてはいるということですよね。というようなことを考えるとね、じゃあ、例えばね、例えばですけども、直系調子のね、愛子様、敏宮、えー、内心の殿下、 に対してです、ね、あの愛子内親王殿下のねその頻度とですねもしくはこの H 様の頻度この頻度をねどういうふうにするかとかねそういったようなことで非常にねやっぱりこの SNS を発信する上でですね非常にね、えー、難しいんじゃないかっていうこともね、えー、やっぱりね難しいということを言われてるあの乙部さんなんかも言われておりますね確かにそうだと思いますよね。 まあ,あの、記事の内容ね、そんな感じなんですけど、非常に小さな記事なんでね、ただ皆さんね、ああ、こういったことに関してはね、まだお知りになってないかなと思ってね、なおかつ、あの、乙部さんがね、いろいろこういった形でご意見を言われてましたので、紹介させてもらいました。でですね、あの、まあ、記事の内容はね、ここまでなんだけど、ただやっぱりね、この SNS 発信ね、特に今回、H 様のえ関してですから、やっぱりね、H 様というとね、例のね、作文問題ですよ。 作、ね、作文の盗作問題まああれもね結局最終的には、まあ、最終的にはというかねもともとの発火点はねあの KN 長がねえー、あれは KN 長官からでしたっけもしくは勝さんどっちだちょっとどっちかか忘れましたけども確かですよねうん確かね、うん、長官からでしたよねあの要は えー、あの作文に関してですね、えー、要は何だっけご指摘ありがとうございました要はね、えー、そういったようなね実際のねあの作文のね盗作問題に関してご指摘ありがとうございましたみたいなねそれだけで終わらしてますよね。<laughs> <laughs> でもね普通そういうふうにねご指摘ありがとうございましたっていうだけじゃなくてねその後ねまあその時はそれで終わったとしてもねそのあとになんかね説明あるよねでご指摘ありがとうございましたということに対して今後どうするかとかねそれに対してね、えー、そうまあ一応ねさっき言ったように皇位継承順位がね第2位じゃないですか第2位のお方がね、えー、こういったようなことに関してねどのようにか実際どのように考えてるのかどういうふうに対処したいのかっていうことに関して ちょっとやっぱり述べるべきだよね。それに対して何にもありませんからね。だからね。まあ今度ね、その SNS の発信なんてことだと、今回のね、その作文問題じゃありませんけども、そのね、ご指摘に関して感謝するとかね、そんなこともね。例えばね、今回の問題をね、SNS 上でね、そんな発信をしたら皆さんどう思われますかこれ炎上するよね。特にね、 そういったようなね、え、長がパッとね、え、口頭で言うだけじゃなくて、それがね、記事になるとかっていうことだけじゃなくてね、SNS 発信っていうことになると、それが残ってですね、バーッと拡散されるわけですよね。とんでもないよね、っていうことですよね。だからやっぱりね、よっぽどやっぱりね、気をつけなきゃいけないな、っていう感じがしますね。特に、特にですけども、まあ、今回 H 様の話だけど、やっぱりね、エヌミヤ家の話をするときね、これはあれですよ、エヌ宮殿下、えー、もしくは経費殿下、 過去、まあ、様。で、えー、そのね、エイチ様含めてですけども、そこら辺をね、この SNS 上で配信する時もね、やっぱりよっぽどね、これ気をつけなきゃダメよっていう感じですね。あえて言っときますよ。あえて極限を呈しておきますけどね。よっぽどね、気をつけなきゃダメよって。もう SNS だからね、炎上したら最後よ、みたいなね。炎上したらすごいよ。バーっと広がってね、まず最初は当然日本、日本国内にね、広がるでしょうけど、 絶対これね、SNS だからね、海外にも広がりますよ。そう考えるとね、とんでもない話になりかねないからね、ちょっと気をつけなきゃだめよってことをね、ちょっとね、言っときますよっていう感じのね、動画の内容でした。はい、えー、ということでね、非常に小さな記事だったんだけど、おそらくね、この記事に関しては皆さんね、目目まだね、まあ、フライデーをね、購入した方はね、えー、まあ,あの、お目に留まったかもしれませんけども、それ以外の方はね、ほとんどの方、まだ目に留まってないと思います。要は、 KN の SNS 配信とですね、16歳になられた H 様、これからどういうような H 様のことに関して、まあ、特にですね A ヌ宮家のことに関して KN 町は SNS をね配信するのか発信するのかということに関してはね気をつけなきゃダメよっていうことをね苦言を呈するようなねそういったような動画になりましたねということですはい今回もねありがとうございましたそれではね皆さんバイバイ